本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。どうも出雲です。現在私は山陰本線と木月線の列車が乗り入れる新地駅にやってきております。今回はこの新地駅から備後落合駅まで結ぶ木月線に乗車したいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。さて、改札を通り木月線が発着する3番線ホームへと向かいます。3番線へは跨線橋でつながっており、跨線橋から左へとカーブする木月線の線路が確認できます。跨線橋の階段を降り3番線へやってきました。頭上には出雲大と木月、備後落合、広島方面と書かれた乗り換え標識が時代の流れを感じます。さて、ホームには今回乗車する11時19分発普通備後落合行きが入線してきました。使用車両は JR 西日本の関山路線区の代表格、キハ120系です。木月線のほとんどの列車が1両での運行ですが、今回は2両での運行、木月方面側が首都圏色、松江方面側が木月色となっており、途中の出雲横田駅で木月色が切り離され、首都圏色の1両での運行となります。車内の紹介は後ほどとし、列車の発車を待ちましょう。さて、列車は定刻通り11時19分に新地駅を発車。列車は左へとカーブし山陰本線と分かれ、撮影時はまだ春に入ったばかりの季節ということもあり、沿線には春を感じさせる桜の花が咲いていました。動画の後半では春の季節に見合わない光景が広がっておりますので、注目しながら見てくださいね。それでは車内を見ていきたいと思います。今回は2両での運行ということで、普段開くことがほぼないであろう貫通扉が今日は役目をしています。ドアは折り戸になっており、隣には半自動ドアボタンが設置してあります。運転室周りにはワンマン運転に合わせた運賃箱、整理券、頭上には運賃表が設置してあります。座席は全車ロングシートになっています。また車内にはトイレも設置してあり、洋式となっています。車内を説明しているうちに車窓は変わり、ローカル線らしい風景が広がりました。また学生の賑やかな声が車内に響き渡り、これぞローカル線といった感じですね。もちろん速度も40キロ程度と路線地盤の悪いローカル線ならではの光景です。ちなみに1両目は18キッパーたちでごった返していました。列車は再び住宅街へと戻り、11時53分木月駅に停車。ここ木月駅では約7分間の停車時間があり、この間に昼食を調達することが可能です。木月線のホームは客車時代の名残を感じさせるホームでした。駅の隣には木月鉄道部が隣接しており、木月線の車両たちが停車していました。さて、車内に戻り列車の発車を待ちましょう。12時ちょうど列車は定刻通り木月駅を発車。ここからは緩やかな勾配区間を走行します。それでは木月線の後面展望を楽しみつつ、木月線の歴史について解説していきます。木月線は、島根県松江市の新地駅から広島県庄原市の備後落合駅までを結ぶ地方交通線です。当初の木月線は、新地駅から木月駅までを結ぶ日上鉄道として開業し、後に国有化後、定備線の備後落合駅まで延伸させ、飲用連絡路線として機能すべく、木月駅から備後落合駅までの間が延伸され、1937年12月12日に全線が開通しました。1950年代には、広島と米子を結ぶ急行千鳥などの優等列車が運行されますが、山陽新幹線、伯備線電化開業や道路設備の進展の影響により、自家用車の普及、高速バスの登場により、1990年に廃止され、飲用連絡路線としての役割を失いました。
するとますます乗客減少化が深刻になり、1998年4月25日より、木次線の利用推進を目的とし、トロッコ列車、奥出雲おろち号が運行を開始。以後、島根県を代表する観光資源へと成長しましたが、木次線自体の利用客増加は見込まれず、最新版の2021年輸送密度では、廃線議論対象の輸送密度、1000人未満の路線区の対象となりました。その中でも、出雲横田、備後沖合間の数字は、JR 全線の中で、ワースト3位となってしまい、年間赤字7億円を生み出してしまう、長官3路線へとなってしまいました。木次線の観光源でもある、トロッコ列車奥出雲おろち号も、老朽化の影響により、2023年度で運行を終了し、代替として、鳥取駅と出雲市駅を結ぶ観光列車、雨土が木次線の新時、出雲横田間を走行することで話が進んでいます。しかし、出雲横田、備後沖合間での運行は、急勾配の影響により、運行できないため、今後は利用客の減少化がより深刻化になりそうです。もしかすると、雨土代替により、出雲横田、備後沖合間は切り捨てられてもおかしくなさそうなので、皆さんも今のうちに、乗車しておくことをお勧めします。ところで列車は、高台の区間を走行中です。車窓からはこの地域の特産品である奥出雲仁田米の田園風景が広がります。奥出雲仁田米は奥出雲町で生産されるお米で、何度も金賞を受賞した美味しいブランド米です。続いて列車は亀岳駅に停車。ここ亀岳駅では日本三大そばの一つである出雲そばを食べることができます。トロッコ列車奥出雲おろち号では事前予約で出雲そばを受け取ります。奥出雲仁田米、出雲そばともにこちらへ訪れた際にぜひ食べてみてくださいね。車窓からは再び住宅街が現れ、活気づいてきました。帝国通り列車は12時59分に出雲横田駅に停車。この駅では、後ろの木次色を切り離し、首都圏色1両で通天の備後落合駅を目指します。後ろに連結していた木次色は、折り返し13時16分発、普通木次行きとして運行されます。木次行きの列車を見送らず、列車は帝国通り13時11分に出雲横田駅を発車。ここからは JR 全線ワースト3位の超閑散路線を走行していくため、1日3往復のみとなります。出雲横田駅を発車し、緩やかな勾配を登ると、左から線路が合流。スイッチバックの駅でおなじみの出雲坂根駅に帝国の13時32分に停車。ここではこれから走行する三段式スイッチバックに備え、約20分間停車します。進行方向反対側に見えるのがまず2つ目のスイッチバックで、ここで進行方向を変え進んでいきます。時刻は13時50分。進行方向を変え、帝国通り出雲坂根駅を発車。ポイントを渡り、2つ目のスイッチバック区間を走行します。
ばらく急勾配を登っていき、3つ目のスイッチバックへ到達。またここで進行方向を変え、終点のビンゴーチャー駅を目指し発車します。車窓からは先ほど通ってきた線路が2本見えます。これほどの急勾配を登ってきたことがよくわかりますね。スイッチバック区間を越えると、この区間の名所である奥出雲オロチループの姿が見えてきました。この奥出雲オロチループは、島根県と広島県をつなぐ日本一のループ橋で、全長2360メートルの長さから、この地方に伝わる日本神話のヤマタノオロチから名付けられました。奥出雲オロチループを過ぎると14時8分、三ノ原駅に停車。この三ノ原駅は JR 西日本の駅で最も標高の高い駅で、727メートルの高さを誇ります。三ノ原駅を過ぎると線路沿いには雪の塊が、撮影時期は春季の18切符シーズン。まさか春の季節に雪を見ることができるとは思いもしませんでした。それほど山深く標高が高いことがよくわかりますね。この山へを進んでいくと、左側から芸備線の線路が合流。まもなく終点のビンゴーチャー駅に停車です。時刻は14時33分、定刻通りビンゴーチャー駅に停車。さて今回は年間赤字7億円の長官3路線、キスキ線の乗車動画でした。このキスキ線はトロッコ列車奥出雲オロチ号の廃止による雨土大会の影響により、出雲横田からビンゴーチャー駅間の存続が危ういので、今のうちに乗車しに訪れてみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまで。もしこの動画が良いと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、コメントをお待ちしております。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。